はい、ツアープロコーチの辻村晴之です。上田桃子です。よろしくお願いします。お願いします。2020年向けて、はい、今このハワイキャンプで取り組んでること、はい、いくつか教えてください。一つ目はまずいい姿勢で立つっていうところ。どうですか、うまく大体いってます？50点ぐらいまあ今言ったようにまず正しく立つ、当然縦振りに重要なとこですね。やっぱりシーズン通してね、桃子が悪くなるとどうしても膝がちょっと落ちて、こう腰が落ちて、ね、前傾がうまく取れないと。やっぱりいい時の桃子ってこう立った時にパシッとお尻がねしっかり張ってんだよね。そのためにちょっと今やってるのは、深く膝をちょっと落としすぎてた部分があるから、しっかりとちょっと感覚としてはちょっと突っ張る、そしてちょっと余裕を持たせる、これぐらいで姿勢を作ってるよね。はい、でやっぱり今までね、いい姿勢いい姿勢つって上体のことをしてたけど、今ちょっとこう足をしっかりと効かせれる姿勢を作ってますね。ちょっと重心を下げようと思うと、どうしてもこうシーズン中盤から後半にかけて疲れてきて、重心が下がるのが全体的に下がるみたいになって、こう膝的なところでなんか重心の位置を取ってたので、もうちょっとしっかり股関節でこう重心を低く、股関節に乗った中で重心を下げれるようにしたいなとは思って今やってるんですけど、そうするとやっぱお尻が張るし、なんかこう膝が落ちてる時って太ももの前目が力が入って、お尻はあんまり張らないので。なるほど、ハムとかね、この後ろがね、はい、後ろサイドが張ると正解かなと思います、じゃあ今年のももこのアドレスはちょっとこういう感じかな。そうですね、はい、できるだけお尻が下がってるんじゃなくて上に向いてるような感じで立てれば、はい、かといってこう突っ張ってるわけでもないから、ね、はい、ちょっと余裕を持つ、こんな程度で。でも最初はそっから入ったんで、突っ張るぐらいのところから、ね、最初ちょっと1週間ぐらいそれでかかったけど、ちょっとずつ慣れてきたから、はい、2つ目はしっかり縦振りにできるように、リストの使い方、左が割れないようにしっかりこうカウンターを効かせる。